地道に練習を続けたおかげでだいぶプリンセスナイトの剣能を使いこなせるようになってきた気がするわ。うんうん、私はやればできる子ね。まだ弱い魔物を数匹完全に制御するのが限界だけど、この調子ならそのうち強い魔物ももっと大量に支配できるようになるはずだわ。そうよ、何事にも段階ってものがあるのよね。いきなり強大な魔物をたくさん操ろうとしたからダメだったんだわ。言うこと聞かなくて暴走させちゃったりとかさ、強い魔物を長時間制御しようと思うと魔力や生命力を絞り取られて失神とかするしね。徐々に慣らしていくべきだったわ。重量上げの要領よね。手慣れてきたらもっと効率よく魔物を操れるようになるはず。暴走させたり失神したりのミスもせずに完全支配できる。私は魔物たちの女王になれる。陛下もきっと褒めてくれるはずだわ。そのためにも訓練を続けてちゃんと結果を出さないとね。成果を出さなくちゃ誰も努力なんて顧みてくれないのよ。ん？あれ？あんた、あんたね、ここには来るなって言ったわよね。なんなのよ、また食材でも探してるの？ふーん、この森に怪しげな魔物が出没するって噂になってるから調査をしに来たの？そういうお仕事をしてるのね。まあご苦労さ。怪しげな魔物、もしかして私が操ってる魔物のこと？私に操られることで不自然な動きをしてるしね。通行人がそれを目撃して驚いたとか？噂になってるんじゃ練習場所を変えなくちゃダメね。このミステリオン森林はいい具合に強弱入り混じって魔物が分布してるから好都合だったんだけどな。して通行人を驚かせて落とした荷物とかを奪う新種の盗賊ね。違います、盗賊なんかと一緒にしないでください。俺
俺はただ魔物を見て怯えたり泣いたり悲鳴を上げたりする女の子を見ると異常に興奮するだけです。ただの新種の変態か。盗賊より立ちが悪いわよ、この変態犯罪者。もっと言ってください。悲鳴もいいけど罵声もいい。よくわかんないけど怖い。魔物よりも盗賊よりもだいぶ怖くてキモい。私の魔法で宇宙まで飛んでけ、バーカ。ありがとうございます。なのよもう意味わかんないわよ。変態が出没するならマジで次から練習場所を変えるべきかも。あら、あんたなんか成り行きだけど、あんたの仕事も達成できたっぽくない？新種の魔物の正体は単なる変質者だったわ。その事実をまあ雇い主にでも報告すれば。私のおかげね、感謝しなさいよね。ああもうなんでかな、いつでも結局あんたに利する結果になっちゃうわね。不本意だわ、まったく。もう私別にあんたの役に立ちたいなんて思ってないし、あんたのことなんかちっとも好きじゃないのにね。